皆さんこんばんは、エジオファンの小宮でございます。マベツムでございます。モンストとのコラボのツム、3体ゲットしておりまして、まずこちら、はい、イザナミラック99運極でございます。そしてこちら、はい、クシナダ、こちらもラック99でございます。そしてこちら、はい、ヤマトタケル、今ラック98でございます。そしてはい、ちょっと取りすぎました。ヤマトタケル、これでラック99になります。いやー、1ヶ月の間に1ヶ月でね、3体運極作るってね、もう相当しんどい、相当しんどいですね。もう二度とやりたくないと思いました。でもなんとか頑張って、運極作ることができたので、今日はこちら行きたいと思います。さあ来い、行け、せーの、よいしょよっしゃ、ヤマトタケル、これで運極化でございます。よし、いやー、きつかった、本当にきつかった。で、はい、ね、ちょっとスキルも解放していて、スキルは今、スタンダードですか、これがマックス。で、アビリティも一応マックスにしてあります。で、今日はこれを、まあ、プレイしてみようかなと思うんですけど、それぞれね、それぞれ、まあ、これね、イザナミは、やっぱ強い、強いですね、強い。通常の、スキルも、スペシャルの、波動も、やっぱ強いし、で、これ、品田。品田はね、ちょっと舐めてました。舐めてました。プラズマはしょぼいなと思ったけど、このヤグモっていうのかな、これがね、これが強いっていうか強力。いやー、ちょっとごめんなさいって感じです。これちょっとまたね、マテリアル揃えて、これもスキル解放していきたいなと思っております。で、こちら。ヤマトタケル、ラック99で、これだけマックスにしてからのプレイは今回初めてでございます。で、ちょうど今、曜日の、パワー属性が来てるので、こいつをちょっと、行きたいと思います。GO! ね、これで運極5体目でございます。どんくらい強くなってんのかな？いや、本当にさすがにね、さすがにヤマトタケルは一人ではプレイでゲットは難しくて、協力プレイでたくさんの人、本当にもうご協力ありがとうございました。本当にね、夜中から、早朝から、隙間隙間で本当にプレイをしていて、本当にお時間合う方、長時間付き合っていただいたこと、本当にありがとうございます。これでまあバトルは不便しないのかなってちょっと思うんだよな。これの使い方はね、こんぐらいでいいのかな。この跳ね返りがどう当てていいのか、またちょっと今模索中でございます。でもやっぱ強いね、強い。このアタックがやっぱりね、そう、結構強いんだけどな。もうこんだけ余裕で勝てちゃうってやっぱ強いな。落ちるかな、これで落ちてくれたら、来い来い、あー来ないね。やっぱ曜日は来ないね。はい。というわけで、3体、運極化できました。ありがとうございます。また今月ちょっとね、暑いのが来てるんですよね。これ、これ。これか。これこれ。これもうシルエットだけでめっちゃ強そうじゃないですか、これ。これちょっとね、頑張って、また、曲いけるかな、運極ちょっともう、もういいかなと思うけど、また頑張っていきたいと思います。また次回どうぞよろしくお願いいたします。今日も手短ですが、ありがとうございました。四畳半の小宮でございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれパソコンでご覧の方は、右の YouTube ボタンからクリック。スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。